イタリアンシガーブルドッグのイラストエンサー山内和夫です。はいはいはい、深田裕樹です。どうイタリアンシガーブルドッグです。お願いします。ロケです。いやロケではない、分かったら外に来ただけやから外で撮ってます。いやめちゃめちゃ天気良かったで外で撮ってます。よし、本日の企画はこちら。2人でカルタを作ろう。各カルタのまずテーマを決めますね。テーマ、そうそう、はい、春とかなんか冬とか乗り物とかそういうこと。そうです。でそのテーマに沿って1人1枚絵札を描きます。まず絵を描くのね。うん、2人でその絵札に対しての読み札を考えていって完成。あ、なるほどね。イラストエンサーカルタやっていきましょう。本日のカルタ、福原さんの大昔です。どうぞ。僕の大昔こちらです。かぶりました。あー、やっぱそうやな。かぶりました。やっぱね、服が簡単なんでね。服着てへんがな。ふんどしみたいなのしか着てへんがな。かぶりましたね。あ、確かに昔って言ったらいろいろなるかもしれない。やっぱ大昔ってやっぱ原始時代になっちゃうね。そうそうね。そうね。うん。なるほど。マンモス出てくるよね。マンモス出てくるね。うん、ほんまにちょっと絵が上手なってきてるね。そうやろう。何を描いてるか分かるようになってきた。分かる分かる。昔も分かってたわ。いやいや。さあ、読み札考えていきましょう。でかいスプーン持ってはんな。いや、スプーンか、これスプーンなんかわからへんね。息子よ、新しいお母さんだよ。いやー、なんなこれ。親父ジョーク。最後に。いややな。泣かさないでよ。真に受けたのか、このジョークがもう嫌なのか。常に言うとる。親父ジョーク。本日も見事な勝利、今の気持ちください。あ、息子とマンモス対決してたのね。でマイクでインタビューしてるっていう。おもろい時代やな。今の気持ち一言お願いします。あ、そうですね、この光と光る角が効きましたね。角わからんの。牙は歯から出とるやろ。これマンモスのこれどっから出てんの。あれは、花横ちゃんかい。え、角なん？牙なんていうインタビュー。それ、角なん？牙なんていう。すいません。それは角ですか？牙ですか？パオーンしか言わへんの、多分。私は、昨日、あなたに助けてもらったマンモスです。恩返しさせてください。絶対襲われるで。絶対襲われる。村ごと行かれんで。絶対開けないでください。何も。絶対襖は開けないでください。襖とかない時代よ、多分。多分この残りの体についてる汚い毛で、なんか折りよね。あ、これ毛なんや。うん。じゃあ、マンモスめ、息子の髪を返せ。息子を全部持ってかれる。8人分ぐらいこいついろんな息子を取っとるやん。そう、いろんな体中に人間の髪をつけとる。じゃあシンプルに、泣いてんと早いけや、お前がマンモス一人で倒せる言うたんやろ。教育や。そう、目の当たりにしてやっぱいけへん言うて泣いて。教育やな。ええー、な、その教育も。うん、昨日ジモティでやり取りしてたマンモスです。ピザ窯でピザ焼くときに使う棒をもらいに来ました。あ、これね。ちっちゃいな。マンモスにしちゃちっちゃいよ。ピザ窯のやつ。ジモティ使っとんね。すごいな。今日からお前が、これでマンモスの耳掃除をするんだ。さあ、子供泣くんな。マンモス、飯だぞ。生贄。生贄差し出すっていう。決まりました。決まりました。うん、すいません。それは角ですか？牙ですか？あれ面白かったね。どっちか分からへん。それで行きましょう。分かりました。